行きはじっくり見ることができなかったスウィンドン駅、スウィンドンまで戻ってきました、バスでね。結構大きな駅舎ですね。なんか国鉄時代にできた、無駄にこういろんな事務所を入れるように作った建屋みたいな、そんな感じがします。駅自体は結構こじんまりしてますけどね。あ、なんだ、19時40分とか19時52分とかいろいろあるじゃないか。43分、あ、うーん、あ、じゃあ大丈夫だな。今19時、過ぎですんでね、19時10分ぐらいかな、これで帰れますね。Google にはこれ載ってなかったんですよね。このスウィンドン駅の構造ですけども、パッと見ね、これ真ん中に通過線があって両脇、向かい対向式ホームがあるだけのように見えるんですけど、あれ4番線で、こちらの方もね、これ3番線なんですよ、これね。で、1、2はどこにあるかっていうと、こっちのパディントン駅方面のこの左端のここに切り替えたところに、東端式のホームが2つあるみたいですね。で、ここから1番乗り場からということなんで、そこから出るということになると、ここ始発、スウィンドン始発ということになるので、セキュリティメッセージ、なんか列車の中で喋るな的な感じですかね。ということで、1プラットフォームね、1こっちって書いてますけども、こっち側に行くわけか。あー、なるほど、スウィンドン止まりでホームが2つもあるっていうことは、ホームが2つあるというか、これ違う列車か、そういうことかな。線が2つあるんだ、1番2番乗り場は別の線だ。今恐ろしい案内放送が入っておりまして、乗務員不足により何番の列車は運休となりましたっていうのを言ってました。乗る予定の列車は関係ないんですけど、あの、今見ましたらね、2番乗れば欠番になってるみたいですね。1番そして3番4番ということになっておりまして、これ1番乗り場の先はどうなってんだろうな。これからだとちょっと奥が分かんないんですけど、でも3番4番乗り場のこちら側の本線の方に繋がってるようには見えなかったと思ったんだけどな、どうだろう。これですね、あ、なんか列車が来ましたね。あ、一応、あ、これ右にこう線路が分岐してるんだ、そっち方面から来る列車ってことかな。あ、あれ今来ました。あの列車はどこ行きだ、私が乗る列車じゃないんですけども、19時32分発の列車が今着いたところなんですが、これが一応終点みたいですね。終点でここで折り返すから結構時間が空いてるみたいですね。 あ、もしかしたら1番乗り場は通しでこっち側までこうホームがあって、2番乗り場っていうのがこっちの反対側のところで切り欠きになってるのかな。ちょっと見に行きましょう。やっぱこういうの気になるとね、確認しないと。2番乗り場ありますね、これ。案内板にね、プラットフォーム2っていうのが書いてますんでね、あるある。こうしてみると結構意外とと言いますか、頻繁に列車が来る感じですよね。19時台で30分20分からずっと1、2、3、4、5、6、7本、8本、20時までの間に8本も来ます。2番乗り場にもすでに列車が止まってましたね。グレートウエスタンレールウェイ、これパディントン駅でも見た形式の車両です。あ、ビュッフェがあるって書いてあるな、どんなもんだろう。ちょっと行ってみましょうか。多分これのことなんでしょうけど、残念ながらシャッターが閉まってますね。ああ、閉まった。反対側の列車がもうついてたな。入線シーンを取り逃してしまいました。この形式、給料で1編成みたいですね。なんだ、80万系というのか、82万系というのか、よく分かりませんけど。あ、今ワシントン、あ、パディントン方面から来た列車から降りた旗の乗り換えですね。うわーっとこう人が走ってきて、何事かと思いましたけど、そういうことか。もうすぐこれがね、出ますよということで駅員さん案内放送しておりまして、うわーっとこう人が走ってきました。すごい数の乗り換えですね。3両編成に乗り切るんですとか、も
う満員ですよ、間違いなく。今乗られた方が最後のお客さんかな。まだいらっしゃいました。結構な大きな荷物ですけど乗るのかな。大変ですね。9両編成から、まあ、みんな降りたわけじゃないですけどね、3両編成乗り換え先がね。ドアが閉まりました。いよいよ出発、やっと出発といったところかな。時刻はでもねほぼぴったりぴったりというか32分台ですよ、まだね。あの列車はあでも右にこう曲がっていく、そうですよね、左の方に進まずに右にこう入っていく。いやーイギリスは結構路線が複雑にこう絡み合っててなかなか面白いですよね。1番線に止まってました列車も出発、あこっちが32分発か。さっきのやつはちょっとやっぱ遅れてたのかな。あでこれはこっちに行くんだ。各駅停車ですかね、2両編成で、あの先でさらに左の線路にこう転線していくわけですね。2両の可愛らしい機動車、日本だったら普通にこう優等列車として使われそうな感じですけど、優等列車なのかな。この先でどっか他の線に、非電化の線に乗り入れるからこうディーゼル使ってるんでしょうけどね。イギリスはやっぱどの駅でもそうなのかな、パーク&ライトで自転車はホームまで乗りつけて、ホームに置いてそのまま列車に乗るということができるようになってるわけですね。パディントン駅でもね、こ う, うわーっとこう自転車置いてあるとこありましたからね。さすが鉄道発祥の地イギリスはファンのマナーもいいようで、ホームから先に出ないようにという策はありません。そんなことを分かってるからみんなそんなことしないわけですよね。これ信号なんですけど1灯しかないんですよね。これ赤が今現示されてます。ここの色が変わるのかな、場所によって変わるわけじゃなくて、この1灯がこう黄色とか緑とかに変わるんですよね。そうするとこう合わせ技とかができないけど、それはそれでいいのか。19時40分発と52分発2つ続けてまくるんですけれど もう40分発が多かったら次の52分発でもいいかなと思います。なお今 6分そして7分両方とも遅れているとアナウンスが入っておりました。来ました、あれですね。これが1番線に入ってくるパディントン行き、結構乗ってるんじゃないかな。どうですかね、何らかの列車の色違いに見えてきます。もうシートはね座らなくていいんで、とりあえずそこそこスペース確保できて立ち乗りできるんであればもうこれで帰りたいと思います。Thank you.
change here for the Ryanair Coach Link to Heathrow Airport.